おすすめしたいデッキがあるんですよ。それがこのマッスルコレツデッキで、その中でこいつ入れるといいよっていうのがアンクモンバリュー。このカードですけど、知力消費をつけることで武力5知力8伏兵制圧2という形になるので、コレツの素武力の高さをかなり活かせるカードとなるんですよね。やっぱり素武力高くてコレツデッキだと必須カードが制圧1のニコス牙だけなんで、他を制圧2で固めることで制圧 A 取れて、でまあ素武力30あれば開幕めちゃくちゃ強気に出れるんですよ。その開幕のリードをさらに確定させられるものとして知力8の伏兵を1枚採用する。でこのバリューが入ることによって、まあ、知力消費、何がこのカード強いかっていうと、まあ当然伏兵ダメージアップ、計略効果時間アップ、そしてこの、緩急剣の計略の火力アップですね。そこら辺をこの1枚で兼ねてくれるので、かなりこのデッキとの相性がいいんじゃないかなと思って注目しております。まあそういうのが分かるような対戦になっておりますので、まあ見てってくださいという感じですね。で、バリューの復兵でコーソンさんを各1取れたので、これによってこれまだもう一発分内乱取れそうだなと判断してバリューで攻め上がって、でこの制圧有利を取ってる間にバリューをはっつけることで相手にまあバリューの防衛をさせる、まあこれ防衛させることで、まあ塗りに相手の牙を塗らせないことができるし、あわよくばこういう感じで取りに行ければという感じですね。で内乱の2発目はほぼ確定で、トータクが取れてここで舞台差がついてるので、これまだもうちょっと欲張れるんじゃないかと判断して、コレツを左側塗りつつ貼り付けて、でその間に、戦闘しつつ、まあ、制圧有利の時間を維持という感じですね。まあ、これ僕が結構強いと思ってるやり方なんですけど、完全に塗りに徹しちゃうよりも1部隊はっつけてマウントみたいな形に取ることで相手に工場を止めさせることができるんで、で工場を止めに行ってる間っていうのは塗れないじゃないですか。なので僕は4枚デッキ相手にしてる時とかは部隊を貼り付けることで内乱を確定させるみたいな、工場しに行くことで工場を妨害させることによって内乱を確定させるみたいな手段結構好きでやってますね。で相手は乱撃無双で、ここでまあ知力つけたバリューが生きてくるわけですね。これで式6と式4の交換ができれば理想という感じですね。でこの素武力盛りデッキとバリューがなんで相性いいかっていうと、まあ、止めてさえいれば素武力の面で押し負けることはないので、相手に計略先焼きさして後出しでバリューみたいな、こういうムーブが取れるのが強みかなと思っております。でここで相手はもう一回旅費を発動、乱撃無双。これに対して相手が式、これでまあ合計10に入ってるんで、8カウントの間で溜まった式にちょいとって考えて、まあここで式差は取れてますね。相手はさらに合わせて連環の方、ただこれは相手の連環の方の砲撃が作祭機と今関係ないものばっかりだったんで、これ式呼んで守れるんじゃないのと思って地上への反乱で、これでバリューの知力消費がより生きるという感じですね。緩急剣が武力15になります。でこのゲームの乱戦の計算式的に武力が1でも上かどうかで全然乱戦ダメージが変わってくるので、まあ旅費の欠点としてこの武力が14以上の部隊に対しては兵法根の計算式以上そこまで、まあ、ゴリゴリ旅費で削っていけるわけじゃないよっていうのがあるんで、ここはまあ緩急剣で式4分、相手の式6に式4で相殺して、でこれで式差4分つけた状態で内乱2発で、ここはもう止めに行きません。止めに行かないというのは、これは
次こっちの部隊の方が先に復活するので、カウンターで合わせに行って敵陣で号令打って再起する流れになればほぼ勝ちが確定するかなという感じだからですね。この環球圏の地上への反乱のいいところとしては、この戦闘の最中に味方部隊が撤退するところが長所だなと思っております。というのも男の意地とかだと戦い終えた後に撤退することになるんで、カウンターしたい際にも男の意地で撤退した部隊がもういなくなって、部隊の欠けた状態でしかカウンターできないっていう風になっちゃうんで、この環球圏は切る部隊が選べるっていうところも込みで、かなり僕は可能性のあるカードだなと思って結構好き好んで使っておりますね。でここはもうバリューで、オフラを落として4部隊がかりでリョキに集中砲火してリョキを落とす。リョキの計略は武力の大幅に上がってるわけでもないし、防御力が上がってるわけでもないので、この複数部隊でまとめて攻撃するっていう手段で対処が効きますね。でここはもう、部隊差ついてて相手が残り 1.5 弓だけなので、このまんま張り付いてもう一回工場入る前に号令打つことで工場ダメージの底上げもして、そのまんま落城に持っていこうという感じですね。では、ここまで見ていただいてありがとうございました。そうですね。何なんだろう。この、総武力を盛ることによって、立ち回りが、序盤だったり、素武力の白兵だったりがすごい強くなる。そんな感じのところが言いたかった。そんな動画です。愚か者ども、ここが貴様らの墓場となろう。
よく味わってくださいよ。奇抜すぎました。滅びよ筋肉痛が。滅びよですね。引くぞ。落ちろ。もっと強くならなければ。絶望を与えましょう。無人の心得、お前らに教えてやる。極めし武で己の道を切り開く。ですね。もっと強くならなければ。こんなところで成功法あっての秘策ですから。お前らに教えてやる。やつらを追い出してしまえ。落ちろ。勝る方が勝つ。それが兵法の真理ぞ。